はい、おはようございます。マスターです。博多の塩ってことですね。なんか今机の上にですね、このぬちまーすですか。っていうですね、沖縄の海の塩があったんですね。全然博多の塩じゃないんですけれども、送っていきたいと思います。いつもですね、ビデオを見てくださって本当にありがとうございます。お気づきかどうかわからないですけど、僕ちょっとこれパーマ当てたんですけどもね、どうでもいいですね。はい、今日もですね、元気にいってみたいと思います。今日のですね、テーマ、今回からですね、3回シリーズでですね、お送りしていきたいと思うんですけれども、そうですね、題して金を使わずに金を稼ぐ方法ですね。昔 J. エイブラハムというですね、有名なコンサルティングの方がですね、この題の本をですね、書いたと思いますけれども、今回はですね、金を使わずに自分のですね、お金を増やしていく方法っていうのをですね、やっていこうと思います。で、そうですね、なんでですね、こんなことを言うのかなと思ったらですね、僕自身ですね、26歳とか27歳の時ですね、僕今現在33歳ですけれども、26歳とか27歳の時ですね、本当にとんでもないですね、借金があったんですね。2200万円という借金がありました。もう窮地すぎてですね、もうニッチもサッチもいかないんですね。ほんまにこう月末の支払いがどうしようかもですね、何もかもな、もうありましたけれども、全然ですね、払えなかったんですし、でアルバイトをですね、掛け持ちでやってましたけれども、全然ですね、うまくいかなかったんですね。その時ですね、どうでしょうか、まあ自分でですね、お金が欲しいなと、でも何せですね、まあ、借金は返したいなと思ってたんですね。でその時ですね、僕がどういうふうな方法をですね、取ってですね、お金を稼いだかっていう方法をですね、お教えしたいと思うんですね。で、これですね、最初言っときますけれども、無料のメルマガだからといってですね、甘く見てはいけません。僕のですね、今担当しているコンサルティングとかですね、コピーライティングとか、そういう広告書く仕事でもですね、お客様にこの方法をですね、常に言っていますし、常にですね、この方法に従っていただいた人たちっていうのはですね、本当によく稼ぎます。よく稼いで、よくですね、お客さんにですね、いいふうに思われてますんで、ぜひですね、あなたもこの方法を使ってみたらいいんじゃないかなと思います。まずですね、まあ金を使わずに金を稼ぐ方法っていうんですけれども、3分の1ですね、そのうちの1つですけれども、1つ目はですね、もうこれもういつも言ってることですけれども、これここポイントですね。お金使ってお金稼ぐ方法っていくらでもあります。でもですね、金を使わずに金を稼ぐ方法、そのうちはですね、これ広告ですね、はい、これいいですね。で、なんでですね、これがいいのかっていうですね、利点をいくつかお話しますけれども、まずはですね、ポスティング広告のいいところは、まずすぐにテストできますよね。はい、テストすぐできる。で、印刷に回すお金とかですね、っていうのが費用、とても安い。で、自分で配るところがコントロールできますんで、で、安定しやすいですし、コントロールしやすいってことですね。僕自身はポスティング広告をよくやってましたし、1ヶ月多い時でですね、7万5000部っていうですね、広告っていうのやってましたけれども、ポスティングやってましたけれども、折り込み広告っていうのは確かに一気に負けますけれども、お金かかりますし、地域も限定なかなかできません。でも、このですね、ポスティング広告というのは自分で作って、自分で印刷して、自分で入れていって、費用も安いし、コントロールできるんですね。なので、この方法をぜひですね、取ってみたらいいんじゃないかなと思います。今現在ですね、僕が教えている広告の戦略のですね、一つの方法ですけれども、確かにインターネット広告とかでですね、素晴らしいと思いますけれども、でも申請ですね、
までに時間かかるし、キーワード検索とかやってもですね、やり方わからへんかったら、そのやり方からまず学ばないといけませんね。でもこのポスティング広告っていうのはですね、何がいいかって言ったら、自分ですぐ作れて、すぐテストもすぐできる、費用も安いで、安定するってことですね。何せキーワードはここですね、金を使わずに金を稼ぐ方法なので、ぜひこのですね方法ですね、お金を使わずにやっていただけたらなと思います。ぜひですねやってみてください。またですね、次回ですね、お金を稼ぐ方法ですね、お金を使わずにお金を稼ぐ方法っていうのをですね、お話ししていきたいと思いますんで、ぜひですね楽しみにしていてください。そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。またですね次回楽しみにしていてください。それでは。